松山市堀江町の三浦アートビレッジで愛媛大学教育学部卒業研究展2023が開かれています。これは今年度愛媛大学美術教育講座専攻を卒業する10名による卒業研究展です。今回は彫刻、絵画、デザイン、立体造形、美術教育論文の作品を4年間の集大成として展示。また美術教育講座専攻2・3回生展も同時開催中です。絵画彫刻ですとこういう空間の中にあるものや、絵の中の空間を表現しているものから、美術科教育の方だと素材に探求した制作っていうのがやられているので、木の板を幾何学的な、形に並べることによって、あと技法とかを使うことによってどういうものが作れるのかっていうのをやっていたり、いろんな木の素材を使って温かみだったりいろんなものを感じられる作品を作ってますね。タイトルは景色というタイトルで、一つは見たそのままのインパクトを伝えたいという意味があります。でもう一つは、僕らが見ている作品っていうものは、どうしても日常から少し切り離したものなんですが、自分らが見ている本当のものは実際はみんな景色を見ているわけで、別に美術と切り離した世界なんて案外ないのかもしれないと思ったので、こういうタイトルにしました。大学の4年間のこれは集大成になるので、4年間でどういったことに興味を持って、熱を持って取り組んできたのかっていうところを見てもらえたら嬉しいなと思っています。愛媛大学教育学部卒業研究展2023は三浦アートビレッジで2月14日まで開かれています。